まあいいや。どうこのなんだツイッターとの連携システムが俺にはよくわからない。前はちゃんとライブやってますみたいなお知らせ出たんだけど、まあいいか。毎回こんなこと言っててもしょうがない。今日は昨日は涙くんさよならが笑っちゃったよな。今日はもう喋りながら笑ってんだけど、今日は名の次でに人間なんて吉田拓郎これも笑っちゃったらどうしようとりあえずまあ歌ってみよう。100% 間違えるんだな。歌詞カードを出さなくちゃダメじゃないか。本当俺なんだろうな。100% っていうか 200% 間違えてる。ではどこら辺に出そうかな。非常に簡単な歌詞だよな。まあこのくらいはもう暗記してるべきだよな。してるんだけど、まあ一応念のために出しておこう。これで保存。まあいいじゃん。人間なんてラララララララ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 何かが欲しいよいらそれがなんだかはわからないだけど何かが足りないよ今の自分もおかしいよ空に浮かぶ雲はいつかどこかへ飛んでゆくそこに
何かがあるんだろうか。それは誰にもわからない。人間なんてラララララララ、人間なんてラララララララ、人間なんてララ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 ラ、ラララララララ、人間なんてララ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 ラララララララ。歌詞を引っ込めよう。編集で。はい、これで元の画面に戻りましたと。この人間なんてっていうのは、そういうタイトルの、LP レコードが、拓郎がマイナーレベルのエレック時代に出たんだよね。後に CBS ソニーに移るんだけど、そして「元気です」っていうヒットアルバムを出すんだけど、その前に、エレックから数枚を出したんだよね。「拓郎オンステージ」というライブ版とか、ワンツー出して「人間なんて」はスタジオ録音で出して、でアルバムの表題作は「人間なんて」で。あの中にはね、どうしてこんなに悲しいんだろうが入ってたんだよね、あの名曲と言われてる。あとは割と、それほどでもない曲がいろいろ入っていて、で人間なんてのはじゃあ大ヒット曲かっていうと、なんか CM で話題になったりはしたんだけど、人間なんてはいかにもまあフォークの吉田拓郎の象徴的な叫びソングで知られてはいるんだけど、ヒット曲という気がしないんで、ヒットは多分してないんじゃないかな。ライブで延々叫んだ曲っていうんで有名で、夜通しもう人間なんてんすってギャー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 言ってたで、拓郎のイメージをつけたんだけど、シングルで出たどうか、出たかどうかも分かんないし、でアルバムタイトルで人間なんてってエレックで出したんだけど、じゃあその人間なんて聞くと割と軽くってすぐ終わっちゃうんだよ。さっきみたいに歌詞の部分少ないし、でなんだ、そうそう、で吉田拓郎っていうとさ、吉田拓郎の歌詞の中に一番たくさん出てくる、回数出てくる言葉というのは人生なんだよね。人生を語らずと言いながら語りまくってる人、あらゆる歌にどっかに人生が入ってくるね。人生って言葉は好きなんだよな。まあいいんだけどさ、それはそれで人生を語りたい、歌で人生を語りたい人なんだなってことでよくわかるんだけど、人間っていう言葉がねあんまり出てこないんだよ。人生人生ってばっかり歌詞の中で歌ってる割には人間っていう言葉が出てくるのがすごく少なくって、春を待つ手紙では人間だから求めてしまうけどっていうの、まあそこ珍しく出てるんだけど、あんまりね、人生に、人生が99出るとしたら人間は1ぐらいしか出てない。でこの曲は珍しく人間なんてだから、もうしかも人間なんてラララ、人間なんてラララって延々歌ってるから、もう人間の大安売りみたいな。でなんだっけな、前も言ったんだけど、吉田拓郎と坂崎幸之助がラジオやってた時にゲストで井上陽水が来た時に、坂崎が陽水さん、拓郎さんの曲でこれは嫌いだとかそういうのありますかって陽水に振ったら、
いや嫌いだってないよ、どれもいいと思いますよみたいな調子のいいことを要するに答えてたんだけど、うん、どれか一つ これはっていうのを選んなんか嫌いなあるでしょうって、でいろいろ振るわけよ、うん、坂崎がね。でじゃあ何だっけな、 何言ったっけな、どれもみんなそれいいと思いますよ、旅の宿とかいいじゃないですかとか、うん、あれもこれもみんないいっていう、結婚しようよなんか割とチャラチャラしてるか、要するに嫌うんじゃないかと思ったか、そういう振って、いやいいと思いますよってみんないい曲ですよって、じゃあないんですか拓郎さんの曲で嫌いなのだったら、で最後の方に渋々っていうかなんか仕方ないなみたいな感じで、じゃあまああれがねちょっとね、何でしょうってその曲はってこうなかなか要するに答えなくて、そのでやっと答えたのが人間なんて要するにはこの人間なんてっていう曲を、あの なんだろう、この曲だけはどうもね、あの何なんだろうなって要するにがちょっと言葉を濁してたんだけど、確かにあの人間なんて人間なんてって言って、用水の思考回路の中にあの歌詞がちょっと理解不能なのかもしれないな、うん、まあ、結局なんか人生ということはよく言うんだけど、ホモサピエンスまで言っちゃうわけだよね。人生というのはまあライフだよね。人間という言葉は生き物としての人類、ホモサピエンスだから話をなんかすごい大きくしちゃって、じゃあ人間とは何ぞやみたいな、多分その話の広げ方が用水的にどうかなみたいに思ったのかもね、俺の想像だけど、うん、用水も、ね、そういえばね、人生が二度あればって歌ってるよね。拓郎が人生の大安売りするから、用水はそれをまあ避けて割と比喩的な言葉で、うん、あまり人生とか人間とか言わずに、割と例え話のようなね、窓の外ではリンゴ売りとかそういう言葉で傘がないとかね、うん、いろんな言葉を比喩として使って、うん、そこがうまいんだけどね、用水はね。拓郎はもろドストレートに人生とは青春とはみたいに言うんだけど、用水はそれを言わずに、うん、傘がない、大事なのは目の前にある傘があるかないかだということで、こうなんて言うんだろうな、比喩として使って、それを皆さんがこの頭の中で解釈し、お好きなように解釈してくださいと、そういうなんかトンチクイズみたいな歌詞の作り方をしてるんだよ。で、だからそういう用水の詩の作り方からすると、人生もそうだけど人間なんてってちょっと大風呂敷広げすぎなんじゃないですか拓郎さんみたいなことを言いたかったのかな、まあ、勝手に俺想像してるんだけど、本当に人間なんてって言っちゃったら、まあ、たかが20代の間にいる石田拓郎がもういきなり人間なんてというのは本当に、まあ、結局その中でもじゃあ人間なんてはこれでこれだというふうに、禅のお坊さんみたいなことを拓郎が言ってたかって、そうじゃなくて何かが欲しいおいらとかね、そうやって、うん、つまりなんか要するにほら吉田拓郎のイメージの歌にあるように、これこそと信じれるものがこの世にあるだろうかという、ああいう感じだよね。つまりなんだ、人間とはこれみたいに誰かが言ったとしても、禅のお坊さんが、位の高いお坊さんが、うん、拓郎よ人間とはこういうものだなんて言ったって、ははーっとそれを素直に聞けないと、うん、信じれるものなんてあったとしても信じない素振りの吉田拓郎だから、じゃあ自分で歌う、うん、
人間なんての中で人間というものはこういうもんだなって拓郎にも言えないし分からないし、人が言ってもそれをそのまま鵜呑みにする気もない人だから、じゃあ所詮二十何歳しか生きてない青年が人生も人間も分かるわけないんだし、人に聞かされてもそんなわけはねえだろうとこう斜に構えちゃうわけだから、じゃあそういうタイトルをつけてはみたけど、あの人間とはこうだ、人間とはこうだ、青春の場合はね、喫茶店に入って彼女って喫茶店に入ってコーヒーを注文するだけでもああこれが青春で、ラブレターを書いたりするだけでもああこれは青春といろんな青春を描いたんだけど、あれはまあ非常に的を得た歌詞だと思うんだけど、青春のいろんなパターンがあると。でも人間っていうものはこれこういうもんだ、うん、別の言い方では人間とはこういうもんだって意味、あの青春の 歌のように並べられないわけ。夏休みもほら風物詩をいろいろ並べたわけでしょ、あのスイカを食べてた夏休み、ひまわり夕立セミの声、うん、夏休みの風物詩もいろいろ並べられて、青春の歌もいろんな青春の形を並べられたけども、さあ人間とはこういうもんだっていうのをここでは並べられなかった。じゃあどうしたかというと、ただただラララララララと、人間なんてラララ、人間なんてラララと、このな逃げ方というか、いや逃げたというよりも人間なんてはこうこうこうだなんて言えるもんじゃないということが、うん、二十歳そこそこの人間である吉田拓郎には言えないわけよ。勇気もなかった、勇気もなかった代わりにラララにしましたよという、うん、このラララに文句があるならお前さん、あんたが人間なんてとはこういうもんだって言えたら言ってごらんなさいみたいなね、そういう挑戦を感じるねだから、うん、何なんだろうな、吉田拓郎自身が考える人間とはこういうもんだみたいなことを言っちゃったら、言い切っちゃったらなわけはねえだろうと周りから声が来るということは拓郎には、うん、もう見えてたと。じゃあラララララララ延々歌うと、でそういうもんだよと、うん、生きているのは自分人間なんだけど、うん、もうそれを人間というものは何かをわからないまま、ちょうど宇宙とは何かみたいな、人類がいくら考えても宇宙なんて分からないもんなんだから、人間も分からないんだから、分からないままララ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 ラと歌いながらただただ生きていくしかないという、ああこの儚き人間というようなことを言いたかったんじゃないかなと俺はね思うんだよ。だから青春の歌や夏休みの歌のようにいろんなパターンを並べられないと。だけどもなんか人間なんてこのモヤモヤしたものを、何かが足りないこのオイラだけど何かが欲しいんだよと、それが何かは分からないと、というのが人間なんてと俺は解釈した。で結局これはね、だからこんな歌をもしシングルにしても売れるわけはねえと俺は思うわけただそれをこう夜通し絶叫しまくるあのライブは確かにね、ド迫力があったね、うん、だからこれはライブでがなるためにだけある歌っていう感じだなと、うん、ということで延々喋ってしまいましたね